韓国のリラクフチ国務総理は28日、ラオスのトーンルンシースリット首相と会い、昨年7月の大規模なダム決壊事故被害者に繰り返し慰労し、公正な調査で関連当事者が納得する結果が出ることを期待すると述べた。李総理はこの日、SNS に、トーンルン首相も最善の結果が出るよう、 二国が協力しようと話したとしてこのように綴った。李総理はボアオアジアフォーラムに出席している。ラオスとの会談はフォーラム開幕式の直前に行われた。李総理は、両国関係を様々な分野で発展させていくことで合意したと説明した。